ハローどうも,もさです今回は OM システムの方から新しいカメラが発表となりましたのでご紹介したいと思いますまた今回は同時に新しいレンズこちらも発表となっていますのでそれぞれ今回発表された新製品ご紹介していきたいと思いますまずは何と言っても気になっている方多いだろうカメラの方からご紹介したいと思います 今回発表されたカメラはレンズ交換式のカメラ OM1 Mark II となります OM1 というのは OM システムここのフラグシップとなるモデルが OM1 というモデルでした今回はその第2世代のモデルが発表となりました まだしばらくは併売されるのか、ーホームページ上にはあ従来から販売されていました OM1、そして今回発表されました OM1 マ、えーク i これがそれぞれ掲載となっています。もうすでに価格につきましても発表されています。OM1 以前のモデルが26万7300円だったに対し、最新モデル OM1 マーク i では 30万5800円ということで、えー、大幅な値上げが行われています。機能的にはもちろん性能アップしたところもただありますが基本的なハードウェアはほぼ同じと考えますと若干割高感のあるモデルではあります。では今回発表された最新モデル o m 1 m II こちらどういったモデルになっているのか。 早速ご紹介していきたいと思いますこちらがスペックとなりますまず OM のカメラですのでセンサーはマイクロフォーサーズとなりますまたセンサー自体も実は以前のモデル OM1 初代のモデルと同じとなります有効画素数は2037万画素となります こちらが静止画の記録サイズ。テブロ補正につきましてはセンサーシフト式の5軸テブロ補正を内蔵となります。これがボディ内内蔵の手ブレ補正となります。補正段数としましては8.5段の補正にも対応となります。ただしいこちらはレンズ側と 両方組み合わせての手ブレ補正となりますのでボディだけというわけではありませんいずれにしろこの手ブレ補正は現在市販されているカメラの中でもトップクラスですでに実際にこの o m 1 m II 先行レビューなどが公開されていますが手持ちで撮影した映像写真どれを撮っても三脚に固定したような あ静止したあ作例が撮影ででききてているることを考えてももかなり信頼できるもので言います従来のものでももうすでに他社、えー、よりもはるかに高い手ごろ性を搭載していましたので、えー、それがさらに性能アップしたというところで、えー、ここはむしろあ今回新しくなったことによって、えー、受けられる大きな恩恵の一つといいます。 ファインダーにつきましては u ルの576万ドットのファインダーこの辺はやはりフラグシップモデルということもありますので高解像度の EVF を搭載となりますモニターにつきましては3百1 6 2万ドットそしてオートフォーカスも今回改善されているとのことですが どちらかと言いますとフォーカス面につきましては内部のソフトウェア的なところのアップデートが大きいように思いますそこが顕著に現れているのがこちら被写体認識で AI を活用した被写体認識オートフォーカス人物車オートバイ飛行機ヘリコプター電車汽車鳥動物動物におきましては犬や猫この辺の被写体認識が可能となっています ちなみに初代の OM1 の被写体認識がどうだったかと言いますとこちらとなりますここに、ねえー、見た感じ違和感を覚える方も多いのではないかと思います実は OM1 初代のモデルにつきましては人物がありませんでしたですので今回やっと普通のおというか、まあ、一般的なあ AI のいう被写体認識を飛ばかす ここれれが搭載されたとということになります特にこの人物が追加されたというのはとても大きな進歩と言いえますあとはシャッターですがこちら8000分の1秒から60分の1秒となります 電子先マックシャッターの場合ですと320分の1秒から電子シャッターですと32000分の1秒からということになりますこちらは前回のモデルと比べてどうだったかといいますとこちらこの辺は実は変更はありませんですのでこの辺の動作につきましては変更はないものの今回はやはり被写体認識 人物が追加されたということもあり、より撮影のしやすさというところでは向上しているといいます。また内部のバッファーが向上したことによって、連写速度というのも上がっています。分かりやすいところで言いますと、連写速度、こちらが OMA 初代のモデルの連写速度、まあね、枚数でいきますと、静音連写 SH。 リセット2というのは、まあ、組み合わせるレンズがどの種類かということを意味していますがこちらですと約117枚の連写が可能でしたこれが今回の最新モデルになりますと同じ条件で309枚ということで3倍近い枚数を連写することができるようになっています特に OM1 ですと鳥を撮影される方も多いためこの辺の連写速度が上がった連写枚数が上がったというところは 1一つ大きな特徴でいます。あとはフラッシュとかあこの辺、カラー、ホワイトバランス、これにつきましては特に大きな変更点はありません。あとはこちら、ライブ n d ライブ n d は ND2 から128まで以前のモデル、ライブ n d のスペックを見ていきますと、こちら。 ライブ n d はここには記載ありませんが、実は以前のモデルは64までとなっていましたので、今回大幅にライブ n d こちらの性能が向上したことになります。また引き続きハイズショット、もともと2000万画素ということで、センサーの画素数としては、レンズ交換式のカメラの中でも少し少なめの方ですが、 このハイレーズショットを撮影することによってより高解像度での撮影が可能となりますとにかく強暴な手レ量性を搭載しているため三脚に固定しなくても手持ちによるハイレーズショットこれも引き続き可能となりますハイレーズショットの性能を従来のモデルと見比べてみますとこちらここには従来は記載ありませんでしたが今回はこちら記録ビットが 12bit、14bit 12 14も対応可能となっていて、実はより高画質なハイルドショットを撮影することができるようになっています。あとはコンピューターフォトグラフという、まあ、ソフトウェア的にさまざまな機能を実現したこの辺の機能、この辺も引き続き搭載となっています。そして、えー、気になっている方多いかと思います。この OM1 は あ初代のモデルと同様動画撮影も可能です。この辺のスペックもせっかくですので、ね、見比べておきたいと思います。記録公式は MOV MPEG4 H264、OH、ということで、この記録公式につきましてはあ変更はありません。 おそらく使われる方が多い Cinema4K ではなく通常の 4K こちらで見ていきますと対応できるフォーマットとしましてはフレームレート 24p から MAX60p までとなっています前回のモデルは 24p から MAX60p までということでこの動画撮影の気温スペックにつきましては変更はありませんですので、ね えー、とにかく 4K60P この辺はさすがに、えー、フラグシップモデルとしては対応しておくべき最低ラインかと思いますのでこの辺はしっかりと 4K60P 対応できていますので、えー、たまに動画を撮るという方にとっても、まあ、使いやすいモデルといえますあとはあ動画撮影での手ぶれをしこれも引き続き対応となります その他紹介しておかなければいけないところとしましてはこちら本体のサイズです幅 134mm 奥行き 91mm 高さ 72mm 重さにつきましてはバッテリーメモリーカードを含んだ状態で 599g ここは i c ッ p なしという注意書きがありますので実際に i c ッ p などをつけますと 約 600g という重さになりますあちなみに従来のモデルはあどうだったか,のかこちらこれが従来のモデルこちらも 600g ということですので本体の重さサイズにつきましては変更はありませんまあそもそも同じ筐体を使っているというところもあり、えー、このようなあサイズ感重さには変更はないということになります ですので、引き続きフラッグシップとして約6 0 0ムということですので、現在市販されている各メーカーのフラッグシップカメラと比較しても最軽量クラスとなっています。例えば、同様のマイクロフォーサーズを採用したカメラ、パナソニックが有名ですが、パナソニックの G9 Pro、こちらの最新モデル、G9 Pro Mark i こちらの重さはどうだったのかと言いますとこちらの重さを見ていきますと昨年10月に発売されたばかりのこの G9 Pro2 この本体の重さと言いますとこちらです本体バッテリーや SD カードを含んだ状態で 658g ということで 今回の OM1 Mark II よりも約 60g 重たいということになります。まあ、60g ですので、えー、大した違いではありませんが他社のハイエンド機と比べても OM1 軽量なのがわかるかと思います。ちなみにパナソニックで言いますともう一つうマイクロフォーサーズのフラグシップがあります。それが GH6 というモデルになります。GH6 のスペックはどうだったか 特に重さ部分ご紹介しますとこちらはまた全然違う重さになっています GH6 の重さとしましてはバッテリーなどを含んだ状態で 823g ということで、もうミラーレスというか一眼レフ並みの重さありますのでこの辺になると比べますと 200g 以上軽いということになりますので今回のお湯マン 特に突出して軽いモデルであるというのがわかるかと思いますその他特徴的なところとしましてはこの OM1 やはりハードウェア的な変更点というのも一部ありますまず外観上は大きな変更点はなくロゴがこの中心部のロゴ軍艦部のロゴが 従来のオリンパスから OM システムに変わっているというところまたこの辺 OM と書かれていたロゴが2というロゴに置き換わりました見た目上の変更点は以上となりますただし見た目では分かりませんがこのダイヤルの操作感従来のモデルはやや硬いというか操作しにくいところがありましたがそこか操作しやすいように変わっていますですので、えー、見た目的には同じものの ハードウェア的にも一部使いやすく見直したモデルとなっています。ボタンの配置などは全く変更ありませんが、これまでメニューキーが左の方に来ていて、ちょっと右手では届きにくい位置にあったということで、この,辺この削除ボタン、コンバコボタンにメニューのキーを割り当てることができるなど、こちらはソフトウェア的な工夫とはなりますが、この辺、 同じ筐体を使いつつも改善しているところは結構あるモデルきちんと設計し直したユーザーの意見を取り入れて変更できるところは変更したというモデルになっていますあとは特徴的なところとしましては今回 LiveND をさらに発展させたような機能 LiveGND という機能が追加となっています その辺もちょっとご紹介しておきたいと思います。LiveGND とはあ、こちら。本来ならば、濃度の異なる層からできている ND フィルターを使わなければいけなかったところ、本体の中だけで、えー、こちら、そういった位置によって濃度が変わってくる LiveND フ,フィルター、それをつけることができるようになっています。 ですので、一例として、こんな感じ。特に明るいところにだけ ND フィルターをかける。そういうことも可能となります。ですので、通常ですと、こんな感じの写真が撮れるところ、こちら。この上の方にだけ ND フィルターをかけて、 明るいところそして暗い木で覆われたところこちらも両方同時にきれいに映すことができるこういった機能もついていますあとこのライブ機能ライブ ND 機能便利な機能にも思えますが使えるのは主に写真撮影となりますので動画撮影時につきましてはこれ使えませんので動画撮影機としてこちら OM1 購入を検討している方はその点は注意が必要です もう先ほどスペックの中でもご紹介しましたが、バッファーメモリーが向上したことによって、連続撮影枚数、連写速度、5年も変わってきています。特に動きの速いものを撮影する方、鳥などもそうですし、今回被写体認識として人物も追加されたということもあり、動きの速いスポーツをプレイしている人とか、そういったものを連写で撮りたい。 そういうシーンにおきましてもより使いやすいモデルとなっています従来から継続されている機能としましては強力なテーブル補正さらにそのテーブル補正は今回8.5段に向上しています 前回の7テーブル補正に対応しており7年でももう十分トップクラスのテーブル補正でしたが今回は8.5段向上しましたのでこのに星空も手持ちのまま撮影できるとなっていますということでとにかく一見すると従来のモデルを引き継いだような OM1 マーク i ではありますが実はハードウェア的にも変更が加えられていたり あとは内部のソフトウェア的なところこういったところの見直しも大幅に行われておりとにかく今回30万円と価格は一気にアップしてしまいましたがそれに見合ったモデルとなっていますそして今回はその応援1の性能をさらに活かせるような新しいレンズというのも発表となりました今回発表されたレンズは両方ともズームレンズです M 水光デジタル ED150600mmF5.06.3IS というものになりますそしてもう一つは M 水光デジタル e d 9 1 8 m m f 4 0 5 6の2型となりますどちらもプロレンズではないものの その反面、本体はそれぞれの仕様におきまして、他社と比較してもとにかくコンパクトにまとまっていて、重くて大きいプロレンズには、描写ではかなわないところあるかもしれませんが、携帯性という観点ではとても魅力的なレンズとなっています。特に今回、初めての登場となる、この150から 600mm まで、35mm 換算でいうと 1200mm までをカバーできるこのズームレンズなどは、鳥など、 遠くにあるものを特に小さなものを大きく写すとかあるいは純粋に遠くにあるものを写したいというシーンにおきましてはあ使いやすいレンズと言いますそれぞれ価格につきましてはこちらの 150600mm が44万円 9mm18mm、mm、が6万6000円となっていますこの 9mm18mm、mm、の方につきましてはあまり大きな変更点を加えられていませんので もう従来のオリンパスブランドのレンズをお持ちの方の場合あえて買い替える必要はないかと思いますが今回 OM1 を購入しようと思っている方そういう方はまだ持っていないならばこのレンズ購入する価値はあるかと思いますとにかく小型軽移動というのが OM システムのレンズの特徴でもちろんこれには訳もあって割と OM のレンズはテーブル補正が内蔵されていないというものが多くあります この 9mm18mm、mm、も手ぶれ補正は内蔵されていないためこのような光学域をカバーするレンズではありますがとにかく軽量なレンズとなっています、まあ、そもそも OM のカメラはカメラ本体ボディの方に強力な手ぶれ補正が内蔵されていますので、まあ、レンズ側に手ぶれ補正がなくてもそんなに気にする必要はありません一方の今回完全な新製品となりますこちら 150mm、150 mm、600mm のレンズ。こちらは IS と付くことンも分かる通り、こちらはレンズ内にも強力な手風呂性が搭載となります。F5.0 から6.3と結構暗いように見えるかもしれませんが、あまあ基本的には明るい屋外での使用を想定したレンズですので、まあ、この辺はそんなに気にする必要はないというか、あこの使用のおかげで 35mm 換算で 1200mm まで撮影できるレンズではありますが実は重さはこちらとても軽量なレンズとなっています本体の質量は約 2kg ということで、えー、まあフルサイズのセンサーを搭載した仮面用のレンズで同等のレンズと言いますと、まあ、もっと倍ぐらいの重さありますのでそれと比べますととにかく軽量コンパクトなレンズとなっています 今回発表されたレンズの中でも特にこちら価格は44万円しますがこのレンズ待ち望んでいたという方も多いのではないかと思いますということで今回は実はから噂されていました OM の最新カメラ OM1 マーク2こちらが発表となりましたまたカメラ本体だけでなくレンズも新しいレンズが発表しており今回かなり魅力的な新製品目白押しの内容となっていました 2024年はマイクロフォーサーズが多数発表される年とやわれています。今回はその第1弾として OM のフラグシップ OM1 が発表となりましたが、これに続いて来月、また新たな、まあ、来月というかもっと先になるかもしれませんが、年内パナソニックの方の新型カメラの発表が予定されています。パナソニックの方はと言いますと、昨年10月に G9 Pro 2が発表、発売されたばかりです。ですので、今回発表がされているもう一つの新しいモデルといいますとこちら、動画撮影に特化したカメラ、パナソニックのもう一つのフラグシップカメラ、そちらの最新モデルの発表が予定となっています。どのモデルかといいますとこちら、もう動画に特化したカメラというと、 もうこのカメラまず最初に挙げる方も多いかと思いますパナソニックのもう一つのマイクロフォーサーズのフラグシップ機 GH6 これの後継モデルがあいよいよ今年登場と言われていますこちらは本体の重さも 700g というか 800g あり結構重たいカメラですのでマイクロフォーサーズの魅力軽量コンパクトというところの恩恵はあまり受けられないかもしれませんがとにかく 動画撮影そういったところに特化したモデルのため中にはファンが内蔵されており夏場でも長時間の撮影が可能となっていたりインターフェースもフルサイズの HDMI 端子が搭載されておりなかなかマイクロフォーサーズ機でフルサイズの HDMI 端子搭載しているモデル少ないため、えー、とにかくプロの用途にも応えられる動画機となっていますただし欠点としましてはこちらは コントラストオートフォーカスにしか対応しておらず、位相差オートフォーカスに対応していなかったというのが欠点でしたが、今年2024年は、その欠点を広告する位相差オートフォーカスに対応した GH6 の合計、GH7 になるのか、あるいは GH6-2 になるのか、そこはまだ定かではありませんが、新型モデルの投入を予定されています。今回 OM1 も 動画撮影、ちゃんと 4K60P できるということですが、もっとこの動画撮影、そこに意識したカメラが欲しいという方、そういう方は、この GH6 の後継も年内に発売と言われていますので、そちらを待つというのもいいかと思います。また、その辺の最新情報がありましたら、改めて別の動画でご紹介したいと思います。ということで、今回は OM システムの新しいカメラ、OM1 Mark II、こちらが発表されましたので、ご紹介しました。 またこちらは実機レビューも予定していますので、えー、購入しましたら改めて開封動画とかまたこのチャンネルでは動画撮影の詳細なレビューその辺も行いたいと思いますので今後 OM1 Mark II のレビュー気になる方はグッドボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いしますまたカメラ販売ページのリンクは動画の概要欄の方に貼っていきますので気になる方は概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください 今回は以上です。